流れから属人性を完全に排除させていただきたい、しっかりと公平にやってる印象でして、はい、特に来年改選を迎えます参議院議員、全身全霊を尽くしたいというふうに述べていました。これより各候補者の得票数を申し上げます。高市早苗君173票、石破茂君185票、日本国鳥取県石破茂総理大臣、おめでとうございます。万歳！万歳！万歳！このまま、我らが石破茂先生がやりました。私も自分の選挙で泣いたことないけども、今日は泣きました、それぐらい待ち焦がれたこの勝利だったんです、皆さんと共にこれほど喜び分かち合いながら、次の日本を私たちの手でまず真っ先に作っていきましょう。ずっとお支えいただきましてありがとうございます。国の舵取りをする責任者となりました石破茂でございます。大変な重責でございます。しっかりと一つ一つに立ち向かって頑張っていくと思っておりますが、石破がこうしてずっと38年間政治家として続けてこれたのも、地元の皆様方の応援、そして全国のたくさんの方の応援のおかげだというふうに思っております。これからもしっかりと石破を支えていただき、いい日本を築いていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。